にちは。着てたものはどんなものを着てたんですか？いろいろですか？ジャンカー、うん、で、こうなんかやるじゃない、やってて落ちてくるでしょ、はい、そうするとこういうところに入るんですよ。そうするとこの首のとこだけにこうついてることが多い。あ、そうですか。で、あとは脱いじゃうでしょ。そうです。こういうところが脱いじゃうから大丈夫なんだけど、こう落ちてきたやつがこの辺に結構ブツブツなることが多いですね。はい、顔は大丈夫？顔はちょっと真っ赤だけど、これは、うん、いつもね、うん、小さいか、なんだろうね、から真っ赤、うん、でもこれも気にするの、なんかいつもちょっとこの感じ、うん、ここはこの辺ガサガサしたりしない？ないですね。大丈夫、うん、この場所はね、大抵こう襟元に入ってきたやつが原因かもしれないね。で、あのこういう赤いブツブツは体の中から出てくるやつと外から降ってくるものと2つあるから、外から降ってくるやつはもう1週間ぐらいすれば終わっちゃってもう二度と出ないけど、体の中から来るものはしょっちゅう繰り返したりするわけですね。そうですか。原因は食べ物じゃない？食べ物だったらもっといろんなところに出てくるよね、はい、こことここってのはちょっと変だよね。あ、そうですか、うん、で、どちらにせよこれ赤くなってるのは、はい、皮膚が炎症って言って赤く腫れるの炎症っていうんですか、ね、エグは何ですか？インフラメーション。インフラメーション、そう、インフラメーションを起こしてるから、それを沈めるね、あのクリーム。じゃあこれはインフラメーション。虫じゃなくて。あ、虫でも食べ物でも何でもインフラメーション。オールインフラメーション。でそれは同じなんで、うん、薬は一緒なんで。あ、そうですか。うん、分かりました。あのステロイドホルモン。ステロイド。うん、塗れば痒いのとあのヒリヒリするのはする。全部インフラメーション。そう。オールインフラメーション。だけど、ね、外から来たやつは1週間ぐらいすれば消えちゃうから、そう、あのステロイドホルモン塗って1週間経てばもうフィニッシュ。そっか。だけど薬ないでもフィニッシュ。そう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 。あ、そうだけど早く良くなる。あ、そうですか。じゃあお願いします。で、中から来てるやつは